Hello everyone, this is Jen and I am back for Haikyuu episode 12, and today is one of the exciting day episodes because it's Nekoma versus Karasumi. And Kenma is so cute. Chai Chai cute. No, he's really cute. Like the shyness of his character that made him cuter. So and we have Gojo players. So since we have a Gojo player, guys, look who I got here. Yay! So yes, hello my Gojo dear. Okay. So I never thought that you can play volleyball. So yeah, to see him, let's see what Nekoma has in their side. So okay, yeah, let's go and watch Haikyuu episode 12. Me, 5 years ago. 今年こそは全国大会だな。今年こそだよ。楽しみにしてるぞ。だが、6月のインターハイ予選では、両校は惜しくも出場を逃す。公式の舞台で平人を交えることは、 一度も叶わない。両監督は言い、それを両チームは衰退の一途をたどることとなる。しかし今、因縁の再戦開始。ねねねね、猫だったの？なんで教えてくんなかったんだよ。 だって聞かれてない。T シャツにカラスのハイスクールって書いてあったから。ヘイヘイヘイ、うちのセット。何の用ですか。ちょっとごめんなさい。そっちこそうちの一年に何の。 Like, are they twins? This looks like Chunky. And for sure, this guy's attitude is like けんかふっかけんのやめろ、バカに見えるから。なんかすみません、恥ずかしいやついて、うちもすみません。 Oh, it's nice! Oh. やった！女子マネージャーいた！焼きそばパンゲット！猫魔のセッターだって。 Oh my god！ 今日はよろしくお願い。Please don't. Please. No. Don't you dare. Oh my gosh. No, I can't be like this in every episode that he's in here. What's your name? こちらこそよろしくお願いします。あ、こいつ食えないタイプ。8年ぶりか。なんだよ、うかい、その頭。うっせえな、おい。お前は変わんなすぎだろ。相変わらずじじいそっくりの顔しやがって。お電話した武田です。 今日はわざわざ本当にありがとうございます。そりゃあんなにしつこく電話もらったらね。すいません。相手がうかいのじじいじゃなくとも容赦しねえよ。Oh my god. That's scary。正直言って俺たちは顔を合わせたばっかで、デコボコでチグハグで、しかも今日はこのメンツで初試合だ。
ネコマという未知のチーム相手にどんな壁にぶち当たるかわからない。通りなく流れろ。酸素を回せ。脳が正常に。Keep the oxygen moving like how? Like every time you speak, I just can't. 働くために。行くぞ。What's your name?今のやめない。なんか恥ずかしい。いいじゃねえか。雰囲気雰囲気。自分らへの暗示みたいなもんだ。ということで。実行。なめんなよ。なめてねえよ。全然。本当に。お。ちょっと。ちょっとから油断しろよこの野郎。オッケー。しょうよ。俺うちのチーム強いと思うって言ったけど。強いのは俺じゃなくて、みんなだから。あさひさん、おい、まだちょい短い。あさひさん、1ヶ月もサボるから。すいません。影山、今、はい。おー。すげえ、ほえ。You see that? He's not gonna play around this time. Yeah, he's going to play, but it's not. 何？あんなとこから速攻？なんだありゃ。ちょっと見てねえじゃねえか。すごいね。あれは化け物だな。スパイカーの最高打点への最速トス。針の穴のコースコントローラーだ。まあ、天才はしょうがねえ。が。天才が一人混じったところで、それだけじゃ勝てやしないのさ。翔陽が攻撃の軸なら、翔陽を止めちゃえばいい。翔陽？あのすばしこい10番。様子を伺われてるっつ。His eyes. That's his eyes. You know what? The most quiet person in the place is the most observant. And he or she is someone who learns fast. You know? That's his eyes. Look. That's Kenma's eyes. が観察されてるっつか。だからブロックを片方に寄せれば反対側に動く。あとはひたすら追っかける。あいつ、うん、最初クリアできそうにないゲームでも繰り返すうちに慣れるんだよ。10番を追っかける。10番を追っかける。またぞ。あとそこ来る。ライト。え、影山がどうして呼んだ。影馬、ラスト。今のはストレートだからな。サイドライン沿いまっすぐ、ちゃんと打ち分けできるようになれよ。こいつのハイスペックマジか。まったくです。こいつ賢いやつだ。冷静によく見て考えるやつ。翔陽と。ナイスだ。山本。よっしゃ。ナイスレシーブ。誰にあげようかな。ライトか。レフトだよ。やっぱりよく見てた。反応も早い。オーマイガーシュ。今の時点フェイント。あいつは予測がうまい。こいつはこういうタイプできっとこう動くって予測が。We have another genius character in this anime. ないけどな。Tell us. 昔から自分から友達とか作れた試しがない。他人は苦手で関わりたくないくせに、他人の目はすごく気になる。目立たないために神経を尖らせた。遊び相手は年も家も近いクロだけ。人がたくさんいた。ここは苦手だと思った。
1年片付け遅えよ、帰れねえだろ。先輩というのは1年とか2年早く生まれただけで、どうしてあんなに威張るんだろう。He's speaking facts。 やめんなよ、お前は鋭い観察眼を持ってるし、指示だって的確だ。今の1、2年はお前の凄さを分かっている。お前は絶対にチームを強くする。Thank you。 目立たないって。あ、うちの影山くんは素人が見てもすごい感じがビシビシ伝わってくるけど、猫魔のセッターくんは何かすごいことをやってるのかもしれないけど、見ててもよくわからない。レシーブがあるから向こうのセッターは音量を発揮できてるんだ。セッターである影山が圧倒的才能でデコボコのチームをつなぐのがガラスのなら、セッターであるコズメを全員のレシーブ力で支えるのがネコマ。最初クリアできそうにないゲームでも何回も繰り返すうちに、なれるんだよ。なんで日向を交代させないのかって言いたいのか。別に。これが公式戦なら変えてるかもな。でも今なら解決策を探すチャンスだが、日向が戦意を喪失してしまうようなら一回下げた方がいいかもな。かわした。Oh my god。 くそ、ダメか。It's just like what happened to Asai, but he already experienced this thing when he fought Kageyama's team in the first episode, right? But still, it's discouraging. This hurt. 中学最初で最後の試合で完全にシャットアウトされて、出番を打っただけ心は折れて。Oh, he's scary. 笑った。おい、なんか違うんだ。ギリギリでついてきてるの分かる。今までブロックは怖くて嫌なだけだったのに、あいつが目の前に来るとワクワクするんだ。お前のトスとあとなんかの工夫で打ち抜けるんじゃないかって思うんだ。今日向トスを見ましたね。今までボールは完全に影山に任せてひたすらフルスイングだったのに、そっからタイム。お前のトス信用してないとかじゃなくてだな。インダイレクトデリバリー。あ、インいつものズバっていうまっすぐな軌道のトスじゃなく、少しだけふわっとしたトスだ。いきなり帰ろって言われても It's like let him spike the ball。 チーかもしんねえけど、やります。あのブロックを避ける技を見よう見まねでやろうとしたんじゃないか。全然できてはなかったけどな。今まで全然考えないで打ってたから、いざ自分で合わそうとするとわかんねえ。もったいタイム。電話俺たちが取り返す。あんなやらかすと変えられちゃうかも。月島、何かつかめそうならとことんやりな。飛んでる時は一人でも、後ろにはちゃんと俺たちがいるし。電話、レースが取り返してくれるらしいしな。ハイチ、朝日にプレッシャーかけんなよ。傷ついちゃったらどうすんだ。そうですよ、ガラスのハートなんだから。もうやめてあげて。どんなことだってやってみるから始まるんだ。小さな巨人って前にガラスにいたろ。日向君憧れのエースでしたね。名前のまんまだけど、身長は170センチそこそこで、最初はブロックに止められてばっかだった。それが2年の後半には
空中戦で右に出る奴はいなくなった。全部うちのじいさんから聞いた話だけどな。鵜飼前監督ですか？ああ、じいさんが言ってたことをすげえよく覚えてる。翼はないから、人は飛び方を探すのだ。Okay, so I guess. Now, really, guys, I'm so amazed with Kenma's observation skills. He's smart. He's really smart. And there's no doubt that Kuro said that he's the brain. Of course, obviously, he's the brain. And he's the heart of their team. Because Kenma is the main source of the connecting threads that their teammates have, right? Like everything that he say, they're listening and they are following. So I love this. He is so quiet, he is so shy, but just like what we have said, never underestimate someone because we will never know and never judge the book by its cover. Because you see that, right? So yeah, anyway, let's go and watch the next episode. I'll see you there. Bye.